どうもこんにちは、マスさんです。今回はちょっと、違うことというか、フルーツジャムパーティーが揃ったんで全員レベル99になりました。なんで、一からちょっと無限地獄をね、やっていこうかなと思います。最初からですね、地獄オオサンショウから、始まってます。よっしゃ、いきますよ。このフルーツジャムパーティーどれだけ勝てるか、勝ち抜いていけるんかっていうね。よし、やっちゃってください。いけ、これ多分いけると思うんですよね、普通に。ひささはどんなのこれ。ちょっと使ってみます。ナンパリャン。いったらいったら。どんな技なのこれ。ブブブブ、種でポーれ。結構強い、結構強い。やるやん。あれ取りたい。やったー、メロンニャン。フルーツニャンパーティー結構ね、好きなんですよね。色合いがかっこいいというか、これ統一パーティー好きやで。どうした、どうした、この下、この下を狙ってこと。痛い痛い、使うの使っていこう。キュウニャン、キュウニャン必要だぞ。はい、いったれ。産毛バリアー、何やこれ。あ、キュウイの産毛ってこと。キュウイやの守る超アップ。オッケーオッケー。ミカニャンはこれ結構下座だ、なんかバラエティに飛んでるんで楽しいですね。行ったら行ったら行ったら。はい、もぎ出しビタニャン C 回復や。これお、ええぞこれ。オッケー、メロニャン、メロニャン人だ。オッケー、メロメロ肉球。あ、これ攻撃や。ほら、また復活しやがった、あいつ。いったれよ。高級果樹 ACB だんだん回復。ええー、な、これ。ベリーファイヤーベリーファイヤーやん、これ。お、火の術。これが最後。ブドウ。意外とやりますね、これ。よっしゃ、ブドウにゃん。粒揃いバディ。これ、取り付きっぽいな。ああ、ミスや、取り付きやな。いったれ。いけ、とんでもイボイボ撃。いや、結構強い、結構強い、結構強い。やばい、これやばいやん、結構やるやん。こっからで、いけ、スイカニャン、スイカニャンが、もう一回脇役の助け切れた。脇役確かめっちゃいって、いってやんけ。種鉄砲と、いけいけ。オーケー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 。マスクメロンええな。メロンには結構回復するんで頑張れよ、メロンにゃん。よっしゃ、まず一人ね。地獄王三章真ん中狙おう。キュウイニャン、キュウイニャンが産毛なんちゃらやろ。産毛バリアー守る超アップ。めっちゃ強いこいつ。ミカ、ミカ頼むぞ。じゃあいけ、ミカ。行ったれ行ったれ行ったれ。もう一回ビタニアンシーだ。こいつの回復はでかいから。オッケーオッケーオッケー、いけ、いたれいたれ。今いけ、今いけ、今のうちにいけ。攻撃しまくれ、いけ。オッケ
メロニャン。いったれいったれ。これいけるぞ。もう守備がめっちゃ高いから。オッケー。メロメロニャッキュー。メロニャンを中心に、キュンヤンが。キュンヤン中心のパーティーええな、これ。で、これで攻撃していくと。あ、死ねた。オッケー。オッケー。これでいく。守り、チョアップしとこう。これが大事。オッケー。ウビゲバリア。攻撃しよう。しぼんできたぞな。回復していくと。よっしゃー、もぎ立て。もう狙い狙い狙い。こいつ狙い。痛い。急げ。オッケー、もう一発、もう一発倒せ。よっしゃ、何度か倒しましたね。まあ、フルーツには悪くないですね、全然。序盤かもしれないですけど、このジオ降参症とか。勝利、何度か勝利しました。よっしゃ、ヨーズレベルアップした。コインがもらえるな。あれ、戻ってきた。オッケー。はい、というわけで、まあ、地獄オオサンショウを、とりあえず撃破しました。まあ、無限地獄まだまだあるんで、このフルーツニャンパーティーで、ちょっと攻略を、やっていきたいなと。で、まあ、アイトル様までたどり着けたらアイトル様にも、まあ、ほぼほぼ多分、厳しい戦いになると思うんですけど、挑んでみようかなと思います。というわけで、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。